あなたたち、2018年もバンドリ・ガールズバンドパーティーに全てをかける覚悟はある？皆さん、こんにちは。響きの所属声優が毎日一本ずつお届けしていく響きスタイル。今日の担当はバイバイガです。イエーイ。今日はなんと2018年に入って初めての響きスタイルね。まあね、2018年もね、もう2017年よりより一層ね、元気で明るくもう頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。いや、今年こそね、競馬場に行くぞ。はい、ではこんな感じでね、始まりました2018年初の響きスタイル。今日はですね、先日行われましたガルパライブ&ガルパーティーについて振り返りながら今日はお届けしていきたいと思います。いや、本当にね、寒い中お越しくださりありがとうございました。はい、まあ、簡単に説明しますと、まあ、あのガールズバンドパーティー、バンドリガールズバンドパーティーというアプリがあるんですけども、そのアプリのね、中に出てくる、こう、なんだろうな、なんて言ったんだろう、まあ、でもなんかもう簡単に言ったらお祭りよ。ガルパのグッズが売ってたりとか、ライブがあったりとか、トークショーがあったりとか、一緒にね、あの声優の皆さんと一緒にガルパプレイできたりとか、まあ、いろんなね、ラジオの公開収録があったりとかあったんですけども、私はですね、その中でも、まず公開ラジオ、桜川めぐさんと工藤遥さんが2人でパーソナリティをしているロゼリアのレディオシャウト、そこで今回は5人全員出まして、公開ラジオをしました。いや、5人集まってラジオをするっていうのが初めてで、もうどうなることかと思ったんですけど、うるさかったね。いや、しかもさ、何が始まるか分かんないの。一応台本はあるんだけど、なんかさ、急にバカップルごっことか始まっちゃって、いや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 みたいな、じゃあいや彼氏ねみたいな、男か男役ねみたいな、何それみたいなそんなのが始まったりとか、あとはめぐちがチーズケーキをね、作ってきてくれたの。めぐちすごい料理がうまくて、なんか免許とか持ってるって聞いたんだけど、教えられる？いや、それぐらい本当に料理が上手で、そのめぐちがね、私たちにチーズケーキを作ってきてくれて、いや、めちゃくちゃそれが美味しくて、いやー、これね、なんて言ったらいいんだろう、甘すぎるのが私は苦手だから、程よい甘さでちゃんとチーズケーキの味がして、めちゃくちゃ美味しかったの。なんかヨーグルトを使ってるって言ってたから、すごいこだわってるんだなと思って、まあ、そんな感じでね、なんかロゼリアのレディオショーと公開ラジオがありました。そして、月部署私会もありまして、まあね、日頃やっぱステージの上に立つとお客様の顔は見えてもお話しすることってできないんですけど、月部署私会というのは、こうお一人お一人にその時のブロマイドであったりとかを、こうお一人お一人にお渡しできるっていうね、そういうイベントがあったんですけど、今回もね、大体100人ぐらいかなの方に、こうお一人お一人にね、こう手渡しで渡して、少しだけどね、お話しできるっていう、そういう大切なね、時間を楽しむことができまして、いやね、なんか人によってね、やっぱ私のことをどう見て、なんか人によってこう、自分、私のそのキャラクター全部見てるよっていう人もいれば、バンドリが好きでっていう人もいたりとか、トコハちゃんが好きでとか、クロちゃんが好きでとか、ヨイが好きでとか、こういろいろ言ってくださる人がいるんですけど、なんかなんだろう、そういう一人一人のなんかコメントというかメッセージがすごく、あ、見てくださってるんだなと思って、なんかやっぱそういう言葉をいただけると私自身もすごい元気になるので、やっぱね、これからもこういうね、少しの時間だけども皆さんとこうね、お渡し会ができるっていうのは大切にしていきたいなと思います。いや、もうね、ファンレターとかもすごい細かいことが書いてあって、なんかだろう、そんな目立つことしてないんだけど、見てくださってる人は見てくださってるんだなと思うと、すごい嬉しいですね。2018年入って結構怒涛だったんですけど、もう皆さんのね、そういうね、メッセージとかで、一つ一つのメッセージはね、もうツイッターもそうですけど、そういうので元気もらってます。ありがとうございます。はい、そして月節が終わって、ガルパプレイね、バンドリガールズバンドパーティーのそのね、
あのゲームを皆さんとこう通信でやるっていうのがあって、いやあれやっぱ人に見られてやるっていうのは緊張しますね。めちゃくちゃ上手い方でもないけど、私だいたい25、26ぐらいがこういけるでクリアできるかなっていうところで、それでもやっぱ皆さんから見られてるって思うとやっぱちょっとね緊張しちゃう。いやでも楽しかった。あと皆さん上手いんだよねやっぱり。はい、そしてこれですね、2日間参加させていただいて2日間ともライブがありました。いやー熱かった。皆さん、いやすごいよ。だって今回ロゼリアだけじゃなくてポッピンパーティーさんがいたりとか、ハローハッピーワールドさんがいたりとか、パステルパレットさんがいたりとか、アフターグローさんがいたりとか、もう全部ですよ。そしてグリッターグリーンまでさんまでいましたからね。いや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 、2日間にね分けてでしたけども、皆さんどうでしたか？やっぱね楽しかったでしょ、盛り上がったでしょ。いやもうだって感動だよ。だってさ、なんか今までこう見てた人たちがこう出てくるわけじゃん。2日目はボーカル5人が揃って、で前日にはグリッターグリーンさんの三森すず子さんがいらっしゃってたりとか。いやもうだって生で聞けたからね、ゆりさん。いやいやいや、もうその感覚よね本当に。心ちゃんも生で聞けたしみたいな、あやちゃんも生で聞けたし、ランちゃんも生で聞けたしみたいな。私もうそれで聞いてて、まあね画面上で見てたんですけど、画面越しで、そんな私でもえみたいな、いる、本物がいるって言ってたぐらいだから、いやもう皆さんもねもうすごかったんじゃないかなと思って、盛り上がりがもう聞こえてたけどね、皆さんの声もね。いやすごい盛り上がってた。で今回ロゼリアは初めてワンネス新曲をですね初披露させていただきました。はー、これね実は秘話としてあるのは、ワンネスの振りはギリギリまで、なんだろう、ギリギリで変えたんですよ。練習中はずっとやってた振りがあったんですけど、まあ、せっかくだからねちょっとここで公開しちゃおうかな。本当はなんか多分私たちのワンネスエトってやってたんだよね。なんかシャウトは体を反るんだけど、ワンネスの時は体反らずこうやってやろうと思ってたの。でも違うと思って今回は、私たちのワンネスエトにしたんだよね。いやーこれねめっちゃ悩んだ振りは、でも最終的にこっちにしてよかったかなっていうね。これは秘話ですよ。やっぱね響きスタイルだからこそ言えたことだけど、ラジオとかだったらね伝えにくいからね。いやーけどなんかすごい良かったですっていうことを言ってくださってて、もう私はもうあ良かったと思って、すごいから、もう何でもそうだけど初披露とかライブとかすごいやっぱ皆さんの前にでするまではすごいやっぱドキドキなの、皆さんの反応どうしよう、どうなんなんかどうなんだろうなみたいな。だからこれからもね皆さんに喜んでいただけますように本当頑張りたいと思います。はい、そして今回もね衣装や楽器の展示もありました。皆さん見てくれたかな？やっぱねみんなが着てる衣装とか使ってるね楽器とかってその場でしか見れなかったり、その時しか見れなかったりするので、ちょっとね見ると傷があったりとか、なんかそういうのもね見ていただけると嬉しいです。会場も回ったりとかね、一人だったけどしました。ちょっとパネルと写真撮ったりとかねしましたね。本当にそうっていうかね、今回なんか2日目の挨拶の時に結構ね会場がこう反響音がすごくて、あゆみさんのじゃあ昨日のねあいあいみたいに多分生声で私もやろっかなみたいなことを言ったんですけど聞こえなくて、最後の本当に最後の締めよ、最後の締めの時にそれってあゆみさんが言ってたのに、私がアイアイよろしくって聞こえて、みんなあゆみさんが言うって思ってる中、私がもうすんごい気合い入れて本日は誠にって言っちゃったんだよねいやーこれはねマジで、しかも私気づいてないから頼まれたと思ってるし、本日は誠にって言った瞬間ちょっと違う、なんか求められてない空気を察してあれあれみたいな、パッて見たらアイミンがみたいな驚きの顔してたからえー、み
みたいな、あ、私じゃなかったんだっていうのをね察しまして、あ、後で聞きました、アイアイの真似をしてっていうのをね言ってたっていうことを、まあ、後々知りまして、ものすっごい恥ずかしかったですよ、ほんとね。いや、ほんとこの場をお借りして言いたい、すいませんでした。ほんとに、いや、最後の最後よ、ほんとにごめんね、ゆきな、ゆきなとして出たのに、ほんと最後の最後でやらかしちゃったっていうね。まあそんなもありましたけども、ボーカルね5人で写真も撮ったりとかできまして、いやー、もうね、なんだろう、今年はいいね、2018年ガールズバンドパーティー、バンドリーガールズバンドパーティーのスタートを切れたんじゃないかなと思います。まあね、またこの後ね、焼肉旅行ディズニーでね、ロゼリアのメンバーでやることはもう盛りだくさんですから、本当にこっちもねちょっと行きまして皆さんに報告したいと思います。はい、ということで今日はここまで。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日の担当はアイワアイナでした。バイバーイ。